こんにちは、さえです。今回は100均のパーツを使ってアクセサリーを作っていきたいと思います。はい。で、今回動画の中ではパーツの基本的な曲げ方であったり作り方を紹介していきたいと思っています。で、内容としては誰でも簡単に真似できるものとなっていますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、ではまずは材料の方を紹介していきたいと思います。材料1つ目は淡水パールの8から9ミリ2個入りを1セット購入しました。次に同じく淡水パールの 4.5 から5ミリの5個入りセットを2セット購入しました。これから道具の方も紹介していきたいと思います。はい、こちらはラジオペンチで、主にパーツを挟むとき持つときに私は使っています。先端がちょっとギザギザしてて物を挟むのにちょうどいいです。続いてこちらはニッパーになります。こちらはパーツを切るときに使ってます。最後にこちらは丸ヤットコといって、パーツを挟んでクイッて曲げるときに使ってます。はい、こちら私が普段使っているものは東急ハンズの方で購入しました。で、今日100均で買い物しに行った時に売っていたので、もし持ってない方がいたら100均で購入してもいいかもしれないです。はい、早速作っていきます。最初に淡水パールの小さいものと T ピンを用意します。で、T ピンの方に淡水パールを通していくんですけど、今回100均の T ピンがちょっと硬くて使いづらかったので、私はもともと持ってる T ピンの 0.5×25mm の使っていきたいと思います。初めて作る方もできるだけ細いものが使いやすいと思うので 0.5mm がおすすめとなっております。はい、では早速 T ピンを取り出して淡水パールを入れていきたいと思います。はい、で、淡水パールを通したらこの T ピンの端の方を持って直角に曲げていきます。そしたらこの淡水パールの曲げたところを約7ミリほどのところをカットします。はい、カットするときにはニッパーを使っていきます。で、淡水パールから約7ミリぐらいのところをニッパーでカットしていきたいと思います。はい、ここで丸ヤットコを使うときのおすすめは、まず手のひらを上に向けた状態で丸ヤットコを掴んで上からクイッとひねるように、手首をひねるような形で動かすのが曲げやすいかと思います。はい、ここで丸ヤットコを掴んだら金具の方を挟んで輪っかになるようにゆっくり曲げていきます。はい、ここでポイントは輪っかを完全に塞がないで少し開けるようにして輪っかを作ります。はい、ここで T ピンで同じものをもう一つ作って合計2つ作ります。次は Q ピンを取り出していきたいと思います。で、Q ピンも T ピンと同様に 0.5mm のこの細いタイプのものが曲げやすいのでおすすめです。 Q ピンも T ピンと同様に淡水パールを通していきます。で、通したら直角に曲げて、そこからだいたい7ミリのところをニッパーでカットして丸ヤットコで曲げていきます。はい、ここまでで作ったものを紹介します。まず淡水パールの小さいものを T ピンで作ったものを2つで、Q ピンで作ったものを4つ、あと大きい淡水パールで Q ピンで作ったものを2つ、合計8個用意します。で、あらかじめ開けていた輪っかの方からパーツを通し、完全に輪っかを締めるときにはラジオペンチを使っていきたいと思います。はい、ここまでで小さな淡水パールを3つつなげたら、最後に大きい淡水パールの方をつなげていきます。
4つのパールをつなげ終わったら、同様にもう1セット同じものを作っていきます。今回はイヤリングで作っていきたいと思います。イヤリングの金具とパールをつなげて、輪っかの空いてる部分をラジオペンチで完全に締めたら終わりです。2つ完成しました。かわいい。はい、今作ったアクセサリーをつけてみました。なんかこのサイズ感とかも結構ちょうどよく作れたんじゃないかなと思います。皆さんもおうち時間暇だな、何もすることないなって思ったら、ぜひ真似して作ってみてください。じゃあまたねー。